つむぎん TV のカスカベつむぎです。ずんだもんなのだ。合成音声のイベントがあったんですけど、つむぎんの追加ボイスがなかったんですよね。追加ボイス、感情とは、ノーマルずんだもん、ツンツンずんだもん、セクシーずんだもん、あまあまずんだもん。これらのパターンボイスなのだ。同日に追加された私以外のボイスには、パターン追加される声明が出たんですよね。つまり、アーシュだけハブられたってことです。今回もペーペー社使います。弾薬は弱いですけど、まあそのなんていうかいけるっしょ。このゲームはそんなに甘くない。何か言いましたか？何も言ってないのだ。ところでそんな装備で大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。ソラッチ、すごいのかましてくださいよ。皆さん聞こえますか？九州ソラです。あなたに直接囁いています。囁き声すげー。さあやっていきます。ここは外側ですね。設定規律がえぐい。特に序盤がやばい。むむむ、気のせいか。足音なのだ。いたー。おー、うん、反発当たれ。弾がリロードするのだ。喧嘩両成敗ってやつですね。結構当てたのにな。そういう弾薬だから仕方ないのだ。マッチングの方が長いな。どんまい。感度が悪いのかな。いくつ？3000の 0.4。 それはやばいって。800の 1.3 にしました。なんでそんなに極端なの？とりあえず下の負荷継ぎます。今はとにかく試行回数を稼ぎたい。レベル上げないとアイテムを稼いでも虚しいのだ。私が覚えたマップはファクトリーだけなので、勝ちにくくても変えようがない。失敗は成功の母とも言う。でも破産したらどうするんですかね。そのためのスカブ。ひえ、こもります。シモノフは近距離が厳しい。接敵しにくい町もありなのだ。そもそもシモノフとはソ連のセミオートライフルなのだ。リロードはマガジンの交換ではなく、チャンバーから直接 7.62 弾を送り込むことが可能。お値段なんと2万ルーブル。傑作銃の一つなのだ。ボタン配置変えた方がいいですよね。急にどうした？サイドボタン2つしかないのに、ジャンプ以外マウスに割り当てています。頭がおかしい。まだ1ヶ月も触れてないですから、操作が難しい。何回言ってますね。近くに PMC がいると思う。こちらが発見されてる可能性もあるけど、さっきの銃声でその可能性はなくなったね。上の階で激戦を繰り広げている。そんな予想をしながら逃げハイドします。はぁ、あ、何のためにここ来てんの？下の府で室内はきついでしょ。それはわかるけど、なんだかな。見ることだけはしっかりしてます。それじゃあ意味がないんよ。もう帰ろうかな。絶対この武器弱い。アイアンサイトが終わってる。それは同意。序盤すぎてスコープも買えないのだ。ちょちょちょ。クリアリングしたのにマジ？足音も聞こえませんでしたよ。案外走って良いのかもね。武器のせいにして臆してしまったので、言い訳できないように SMG を担ぎます。ファクトリーは近接が強いのだ。しかしそんな弾薬で大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。何この絵面。だから言ったんですよ、問題ないって。問題しかないんよ。ここで下の負担気待ちとかクソキモいですけど、面白そうですね。待ちは基本的にキモい。しかし始まって数分とはいえ、やけに静かです。活性因子、芋が存在するかもしれません。その可能性は高い。今回は帰還も兼ねて、脱出口の調査をします。スカブの死体を確認。下の符みたいなやつ、持ってますね。リグ、帰れたら美味しいですよ。さあ帰りましょう。帰れるといいんですけどね。やっぱりついでに横箱あさろうかな。げ、開いてるし、考えながら箱確認します。来そうな気がするのだ。さすがにもう帰るのは、スカブ以外は無意味なランスルーなのだ。スカブって後半で湧きますよね。相当な理由がないと直帰なんて。いった、いて。
まだ弾はあるので顔出し待ちでカウンターします。リロードですかね。今度こそ弾がないのでリロードしつつ裏へ。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。そんな弾薬で大丈夫か。一番いいのを頼む。そんな紬にはこれがおすすめなのだ。何ですかこれ。12ゲージホローポイントスラグ。この弾薬は12ゲージスラグとして2番目の攻撃力と一番高い弾速と精度を持つのだ。ついでに出血率もほぼトップ。アーマーではない部分に当てることさえできたら相手は確実にくたばるのだ。それを補う精度と威速は素晴らしい。ただスラグ弾なのに貫通力はたったの5。アーマーダメージも最低限。そこが難しいのだ。綺麗なアーマーが手に入るなんて最高じゃないですか。やりますよ。当てても意味がないことは減るはずなのだ。さてしばらく様子見をしましょう。見てる場所にスカブが来たりするはず。手前だ。当たりますように、当たりますように。ダメじゃないですかこれ。一時撤退。レンジが身の丈に合ってません。やっかい、危ない。うわ、落とさえ高すぎんか。これなら負けても文句ないわ。ちょっと一休みします。治療のお時間。頭が死にかけなのだ。危ない。早くしてくれ。よし、包帯ぐるぐるで止血。鎮痛剤。どこにいるんですか。回復に夢中だったのだ。いました。やったー、お見事。弾薬ってすげー。ささ、あさりましょうかね。美味しいリグですね。この時点でペイできる。驚異のヘッドセット短期。グエヘ、もう帰りましょうかね。スカブごときがよ。あやめ、ごめんなさい、ごめん。間違ってぶせたのが敗因なのだ。キルは取れたからセーフ。フェンス3チンス。ダブルバレルと弾薬は、ここで購入しました。定期的に強い弾薬が出てくるので、初心者はここで弾薬を買った方が良いかもしれませんね。強い弾薬は争奪戦になりがち。安く揃えれて長持ちするので、しばらくはダブルバレルでくぐることになりそうですね。いつか稼げるといいね。今回はここまでにしようかな。面白かったら、チャンネル登録、グッド、コメント、よろしくなのだ。それでは、また今度。